ペルー人とは、ペルーの人々及び海外に住む彼らの子孫のことで、ある。ペルーは500年以上を超える昔から、異なる集団の組み合わせによって構成されてきた多民族国であるため、ペルーの人々は自分たちの国籍を、民族ではなく、市民性と捉えている。16世紀のスペインによる侵略以前の数千年は、ペルーの領地にはインディアンが住んでいた。 歴史家であるデイビッド・エヌ・クックによると、主に感染症が原因で、推定1520年代には500万から900万ほどがいたアメリカインディアンの人口は1620年には約60万人にまで減少した。スペイン人とアフリカ人は植民地時代に大量にペルーにやってきて、彼ら同士、また先住民たちと交流するようになった。共和国時代になると、次第に、 ヨーロッパからの移民が増加した。19世紀末には多くの日本人と中国人が住み移った。人口がおよそ2950万人であるペルーは南アメリカでは4番目に人口の多い国である。人口成長比率は1950年と2000年と比べると2.6%から1.6%に減少した。それでも2050年には およそ4200万人に達すると見込まれている。2007年の時点で人口の75.9%が都市部に住み、24.1%が田舎に住んでいた。主な都市は800万人もの人々の故郷となっている、リマ、アレキパ、トルヒーリョ、チクラヨ、ピューラ、イキトス、クスコ、チンボテ、ワンカヨなどであり、2007年の調査では、 どの都市も25万人を超える人々が住んでいる。ペルー人の国外居住者が多い国は、アメリカ合衆国、南アメリカ、ヨーロッパ、日本、オーストラリア、そしてカナダである。ペルー国勢調査は民族に関する情報を含んでいないため、大雑把な統計しか手に入れることができない。全国連続調査によると、ペルー人の59.5%は、 自身をメスティーソと認識し、22.7%は、ケチュア族、2.7%が、アイマラ人、1.8%が、アマゾン川流域の原住民、1.6%が、黒人あるいは村セ4.9%が白人、そして6.7%が、その他の民族であると思っている。インディアンは、アンデス南部に見られるが、ここ40年の窓をやンデス地域の、 から海岸への大量の内陸労働移民がやってきたことによって南部や中央の海岸にも多く見られる。メスティーソは総人口のおよそ47%から59.5%を占める。メスティーソという語は伝統的にインディアンとヨーロッパ系の先祖を指すものである。この語は植民地時代に存在したカーストの分類の一部であり、そのカースト制度においては 植民地に生まれた純粋なスペイン系の子孫はクリオーリョアメリカインディアンとスペイン系の根血の子孫はメスティーソ、アフリカ系とスペイン系の根血の子孫はムラート、アメリカインディアンとアフリカ系の根血の子孫はザンボと呼ばれた。ペルージンメスティーソの多くはインディアンとヨーロッパ系の子孫だが、その他の民族背景を持つ人々も存在し、その割合は様々で、 メスティーソンの人口の一部を成している。ほとんどのメスティーソは都会在住者であり、リマ地方、ラリベルタ、カヤオ、カハマルカ、ピューラ、ランバイエケ、アレキパ地方では、色濃くヨーロッパの伝統継承が見られる。インディアンは総人口の29%を構成する。主要な二つの先住民、あるいは、 民族集団は、ケチュア族とそれに続く、アイマラ人は主に、アンデス南部で見られる。アンデス高地に住む、先住民の人々のほとんどは依然として、ケチュア語が、アイマラ語を話し、活発な伝統文化を守っており、それらはもともと、当時世界で、最も農業文明が発展していたインカ帝国の伝統の一部を継承している。多くの先住民文化は、 アマゾン流域のアンデス山脈以外の国内中にも広がっている。この地方は急速に都市化された。重要な中心都市として挙げられるのは、イキトス、ナウタ、プエルト、マルドなど、プカルバ、ユリマグアスなどである。これらの地方は、その土地の人口における割合が高いというわけではない。ものの、多くの先住民の故郷となっている。東、ペルーに住む先住民としては、 シッピボ族、ウラニナ族、コカマ族、アグアルナ族などが例として挙げられる。ヨーロッパ系の子孫は総人口の5から15%を占めると推計されている。その多くはスペイン人入植者の子孫である。19世紀から20世紀にかけてやってきたイタリア、イギリス、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ポルトガル、スイス、ポーランド、 クロアチアなどのその他のヨーロッパ系もいる。彼らの大半は、やはり大都市に住み、大抵の場合北部、中部の都市、すなわち、リマやトルヒリョ、チクラヨ、ピューラなどである。白人人口が非常に多い唯一の南部の都市が、アレキパである。パスコ地方のオクサパンパと、ポッソ、そして北西部全域において、相当の白人人口が見られ、その多くは、スペイン、ドイツ、 イギリス、フランス、イタリアの入植者の子孫である。2000年以降のペルーでは生活コストの低さや景気の良さなどによってアメリカ人の退職者やビジネスマンが移住してくることも多い。アジア系ペルー人、特に東アジアの中国人や日本人、さらに最近になって増加したフィリピン人やその他のアジア系移民はかなり存在し、 人口の3%を占める。この総人口に対する割合は、パナマに続き、ラテンアメリカの国の中で2番目に多い。ペルーでは、ブラジルに続き、ラテンアメリカで2番目に、日系の子孫の人口が多く、中国系については、ラテンアメリカで、最も人口の割合が高い。中国系の子孫が住んでいた歴史的なコミュニティは、ペルーのアマゾン川上流の至るところに見られ、 その都市は、ユリマグアス、ナウタ、イキトス、そして、北西部の海岸地方などである。中国系の人々は、福王時代に、ペリューの稲田に労働者としてやってきたり、奴隷廃止時代に、アフリカの奴隷ととって変わるようにやってきて、以来、日系の人々とは、対照的に、現地の人々と、国際結婚を知っていたようだ。アジア系ペリュー人の継承の誕生は、 非常に最近のものであるにもかかわらず、ここ数十年で彼らはビジネスと政治の分野において著しく発展に貢献した。元大統領、数名の閣僚、ペルー共和国議会のメンバーの一人は日本あるいは中国の血を引き継ぐ人であった。アラブ系ペルー人、主にレバノンやシリアに起源を持つ人々、さらにパレスチナ人もたくさん在住し、ユダヤ人や ヒンドースタン人、パキスタン人なども少数だが存在する。残りはアフリカ系ペルー人で構成されていて、総人口の約1.2%を占め、植民地時代の奴隷輸入者として、ペルーの歴史に残る人々である。今日では、ムラートとザンボが人口の重要な一部ともなっており、特にピュラ、ドゥンベス、ランバイエケ、リマ、イカなどの地域においてである。 アフリカ系ペルー人の人口は主にイカ地方などのリマ南部の海岸都市に集中しており、カニエテ、ジンチャ、イカ、ナスカ、アレキパ地方との県境であるアカリなどである。規模は大きいが、あまりよく知られていないアフリカ系ペルー人が住む場所としては、ユンガ地方が挙げられる。その地域では、砂糖、キビ、レモン、マンゴーなどの生産が今も盛んである。 モロポン地方全域では特にチュルカナス市などに重要なコミュニティが散在する。その一つがチュルカナス市にあるヤパテラであり、カンチャケに近い山脈地方にもパバーやラマタンサなどのような小さな農業地帯などがある。もっと南側にはサニアという植民都市やカポーティア・トゥマンといったランバイエ家の農業都市などの重要な黒人アフリカ系が住む地域がある。 独立後、徐々にヨーロッパからの移民、特に英国、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、クロアチア、スペインなどからの移民が増加した。ポリネシア人たちは1860年代、グアノという資源がブームになっていた年にグアノ島に労働者としてやってきた。中国人は1850年代に北部海岸の砂糖プランテーションの奴隷労働者と とって変わるようにやってきて、それ以来ペルー社会に大きく影響を与えてきた。その他の移民集団はアラブ、南アジア、日本、アメリカ合衆国などからであった。2007年時点で5歳以上のペルー人の83.9%が最初に習得していたと言われるスペイン語が最も主要な言語である。スペイン語と共存する言語がいくつかあり、その中で最も広く使用されるのは ケチュア語であり、人口の13.2%が話す。その他の先住民言語と外国語はそれぞれペルー人の2.7%と0.1%が使用している。読み書きができる人々は2007年時点で92.9%であり、これは郊外地方での割合と都市部での割合との平均である。小学校と中学校は義務教育であり、 公立学校では無料で教育を受けられる。2007年の調査によると12歳以上のペルー人人口の81.3%が自身をカトリック教会信者であると述べ12.5%が福音主義、3.3%がセブンスデイアドベンチスト教会などを含むその他の宗教を信仰し2.9%は無宗教であると答えた。 ロード・オブ・ミラクルズという壁画は、イエス・キリストの17世紀に黒人奴隷によって描かれたものであり、リマやペリューのカトリック祭典などで崇められ、世界で最も大きなカトリック行列の一つである。毎年10月、人種や経済的背景に関係なく、数十万人の信者が紫の衣装をまとい、リマの通りで宗教行列をなして黒いキリストを祝う。 17世紀と18世紀に起こったリーマーを襲った地震によって街のほとんどが破壊されたが、その壁画だけは崩れずに立ち続けたことで、クリスト・オブ・パト・シャカミーラとしても知られるその壁画への熱狂的な信仰に拍車がかかった。ペリューの文化は主にアメリカ・インディアンとスペインの伝統を引き継いでいるが、アフリカやアジア、ヨーロッパの民族集団による影響も大いに受けている。 ペリューの伝統芸術は、成功に作られた陶器、繊維、宝石、そしてプレイインカの彫刻などの時代まで遡る。インカ帝国は、こういった技術を維持し、マチュピチュの建設を含む建築的偉業を成し遂げてきた。現存した伝統の影響を受けつつも、バロック様式が植民地時代の芸術を凌駕していった。この時代には、ほとんどの芸術は、 宗教的なことに主眼を置いていた。当時の数多くの教会やクスコ派の絵などがその代表である。独立後、芸術は20世紀前半にインディヘニスモが台頭するまでは停滞していた。1950年代以来、ペルー芸術は外国と地方の両方のアートの流れによって活発に形成されてきた。ペルー文学は先、コロンブスの市民の交渉にルーツを持つ。 16世紀になって、スペイン人が書くということを伝えた。植民地時代の文学表現は、年代記や宗教文学を含む。独立後は、リカルド・パルマの作品に代表されるように、俗描写主義とロマン主義が、最も広く受け入れられる文学ジャンルとなった。20世紀初期にはインディヘニスモによる、社会運動が、シーロ・アレグリア、ホセ・マリア・アルゲダス。 セサル・バジェホなどの作家を生み出した。20世紀後半には、ペルー文学は、ラテンアメリカ文学ブームの第一人者である、ノーベル文学小作家マリオ・バルガス・リョサなどによって、幅広く知られるようになった。マリア・ヘスウス・アルバラード・リベラという女性は、反逆的なフェミニスト、教育者、ジャーナリスト、作家であり社会活動家でもあった。彼女は百六十九年のペル人女性の、 国民評議会において、ペルーで最初に女性の権利を擁護した人として知られている。ペルー料理は、アメリカインディアンとスペイン料理の混合であり、アフリカ、アラブ、イタリア、中国、日本の料理の影響も受けている。一般的な料理はアンティークチョ、セビチェ、パチャマンカなどである。ペルー国内といっても気候が様々なため、いろんな種類の植物や動物が料理に使われる。 ペルー料理は最近になってその食材と技術の多様さを称賛されるようになってきた。ペルー音楽はアンデス山脈系、スペイン系、アフリカ系の伝統を持つ。スペイン人による征服以前は音楽表現は地域によって非常に様々だった。ケーナとティンヤは有名な楽器である。スペイン人による征服時にギターやハープなどの新しい楽器が伝えられ、 チャランゴなどの雑種な楽器も発展した。アフリカ人はそのリズムやカホンと呼ばれるパーカッションの楽器を伝えることでペルー音楽の発展に貢献した。ペルーの民謡ダンスにはマリネラ、トンデ、ロー、ワイヌなどがある。ありがとうございます。